車内トラブルの影響で緊急停車いたします。え、何があったんだ。不審者でも出たのか。え、あ、大丈夫ですか。どうしたら。ママ、お姉ちゃんが苦しそうだよ。え、お姉ちゃん大丈夫。この子過呼吸を起こしてる。もう大丈夫だよ、私がそばにいるから安心して。はい。息吸ってゆっくり吐いて。もう大丈夫だよ。お姉ちゃん大丈夫だよ。お客様、ご対応いただきありがとうございます。いえ、私は何も。本当にありがとうございました。全然だよ。周りの皆様ももし見かけたら慌てずに優しく声をかけてあげてください。はい、今なら鍵開いてるぞ。よし、侵入するぞ。次は三島でございます。なんだ、どうしたんだ。下手かよ。お出口は右側でーす。おいこらてめえ、すぐに乗務員室から出ろ。はい。そこがどれだけ危険な場所か分かってんのか。いや、運転に大切な機器がたくさんあるんだよ。下手に操作したらお前らにも他のお客様にも危険が及ぶぞ。あー、すいません。乗務員室に勝手に入った罰だ。罰金もそうだが前科もつくから覚えとけ。前科って。お前らは社会に出たら犯罪者扱いされるってことだよ。そんなどうか許してください。はぁ、西川ちょっと待って。なんだよ、また切符なくしたか。これって一体。ん、怪しい段ボール。この前見たアンビリーバボーと一緒だ。爆弾に違いない。通報するぞ。ただいま高円寺駅は立ち入り禁止です。爆発物処理班突入します。お願いします。不審物より金属反応あり。ってことはやっぱりか。あのサイズでも爆弾によっては街ごと吹っ飛びますよ。母ちゃん。中身確認します。タバコです。タバコ？吐くんじゃねえぞ。大丈夫か？大丈夫？おい、我慢しろ。ちょっとここではやめてくれよ。あっちゃー。皆さんすいませんでした。豊橋駅整備さん取れますか。はいよ、東海整備山本です。 2116F 車内で応答物です。3両2番ドアで対応願います。はいはい、はい、皆さん一旦降りてください。え、はい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 、これでよしと。おじさん迷惑かけてごめんなさい。いいんだよ、吐いてる酒も強くなっぺ。車掌さん丸です。ありがとうございます。列車発車します。かっこいい。爆弾だ。キャー、ママ怖いよ。お客様何事ですか。網棚の上に地面爆弾があるのよ。え、皆様なるべく遠くの車両へ避難してください。みんな逃げろ、爆弾だ。ソウスケ行くよ。うん。遅くなりました。現場はどちらに。あちらの網棚の上です。爆弾処理班突入。不審物確認しました。慎重に中身を確認しろ。承知しました。爆弾か。メトロノームです。メトロノーム。チーズ。支援証ですか。いらねえっす。今日は学校じゃないんですね。入学式なんで後輩の面見に行くんですよ。あ、行ってらっしゃいませ。入学式だるかったな。先輩もパッとしねえしな。つまんねえな。おい一年。え、この人誰。3年の五十嵐だ。五十嵐ってまさか一人で100人のヤンキーを倒した伝説の。調子乗ったら潰すかんな。はい。バリダセーことすんなよ。え、男なら自分より強えやつと戦えよ。だってこいつらが調子乗ってたからよ。じゃあおめえも調子乗ってるから私が潰すよ。ごめんごめんごめん。ギャル強よ。西川定期貸して。いいよ。俺ら同姓同名だから絶対バレねえよな。バレないバレない。ん、駅員さん。どうされました。あそこの学生不正乗車してますよ。え、ちょっとお兄ちゃん。なんすか。定期見せてもらってもいいかな。あ、はい。お名前フルネームでいいかな。西川隆二です。名前は合ってるな。ちょっと急いでるんでもういいですか。あ、最後に生年月日をいいかな。平成17年8月25です。あれ、間違ってるな。え、あ、いや、その友達の定期だろ。はい、すいません。これは立派な不正乗車だ。定期の不正利用は十数万円の請求になることもあるぞ。払えるか。いや、無理です。お前が無理なら親が払うんだぞ。親にだけは言わないでください。お願いします。だったらこんなことすんな。次はねえからな。わかりました。真実よし。ソウスケちょっと待って。早く、ちくわが食べたいの。この切符で途中下車できるかな。
もう先に行くよ。待ちなさい。え、どうしたらいいの？こんにちは、どうかされましたか？こんちくわ、ちくわを食べに行くの。でも途中下車できるか分かんなくて。ちょっと見せてください。はい。なるほど、楽しみにしてたのにダメなのかな。途中下車できますよ。わあ、よかったです。うれちくわ。切符の区間が101キロ以上あれば途中下車できるんです。ありがとうございます。ママ行こう。俺も外に出させる。切符を見せてください。これだ。99キロなんでダメですね。すげえ。ちょっと駅員さん、どうされましたか？定期作ってくれない？あれ、お姉ちゃん高校卒業しましたよね？留年した。え、そうなんですか？だからまた学割で定期作ってほしいの。あー、なるほど。作ってもらえないの？留年した人でも学校からの通学証明書があれば学割で作れますよ。あざぽよ。じゃあ作って。かしこまりました。もう一年か。え、バラッチなんでいんの？定年退職じゃなかったの？その予定だったわ。でも学校に頼まれてもう一年やることになったんだよ。え、だる。次はあのバラッチのお葬式だと思ってたのに。ふざけるな。新学期からビシバシ行くからな。あ、じゃあ先に遅延証渡しとくね。ガキぽよ。ギャル強。クソが、何やっとるのよ。申し訳ございません、すぐに作り直します。ちんたらやっとるんじゃないよ。すいません、すぐ作ります。後ろのやつらも待ちくたびれとるのよ。すいません、すぐ作りますので。全然ゆっくりやりなね。わしも別に急いどらんぞ。どうぞ落ち着いて作ってください。皆さんありがとうございます。俺は許しとらんのよ。さっさと作れ、ポンコツが。おいごらてめえ。お前さんはいくつになるんじゃ。頑張っとる若者を見守ることもできんのか。こいつが遅いから悪いのよ。ならお前さんも作ってみたらどうじゃ。何事も初めはうまくいかんもんじゃろ。まあ人生は長いんじゃ。そう焦るもんじゃないぞ。たく、ゆっくりやれよ。頑張ります。笑顔をよし。そうすけ、改札先入って。わーい、ありがとうございます。ん、ママ立ち食いそば食べたい。もう昼だし食べてこっか。お母さん、ちょっといいですか？はい。え、私なんかいけないことした？お子様は保育園児ですか？3月に卒園したんですが。じゃあもうすぐ小学生ですね。1年生になるよ。そうなんです。ですと4月から子供の切符が必要になります。え、すみませんでした。てっきり入学式終わってからだと思ってて。小学校に入学する年の4月1日から子供扱いになるんです。じゃあ子供の切符を1枚お願いします。はい、どうぞ。初めての僕の切符だ。ソウスケも大きくなったね。にひあれ、どっちだったかな。ドキドキ。ううー、邪魔だ。お母様怖いよ。めいちゃんどうしたの？そうすけくん、お家へ帰る前座が分からなくなっちゃったの。僕に任せて。うん。駅員さん、田園調布へ行く電車はどこですか？ですと5番線の横浜行きだね。ありがとう。行こう、めいちゃん。うん。はい、間もなく発車します。一人乗ります。はいよ。めいちゃん、この電車で大丈夫だよ。そうすけくん、ありがとう。にひにひちーす。遅延証ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あさぽよ。俺からクラス写真撮るので並んでください。おはぽよ。どうしたんだ、おでこ押さえて。アイロンで火傷したの。ハリーポッターみたいだな。バンガーリアムレビオさんってやらせんなよ。チース、イガラシ、お前も火傷したのか？昨日の怠慢で怪我したんすよ。鬼滅の刃の炭治郎みたいだな。水の呼吸一の方ってやらせんなよ。お前らこれから写真撮るんだぞ。それ来月にしてくんない？賛成。ダメだよ、みんな準備してんだから。はーい。お前ら早くしろ。榊原先生どうしたんですか？ちょっと実験に失敗してな。ブラックジャックじゃん。もうゴリゴリよ。どうされましたか？何回も痴漢に疑われて困ってるのよ。そうですか。男性専用車両は作れないのか？今のところはまだ。俺が電車に張り紙しといてやろうか？勝手なことはやめてください。いつできるんだか。実はフィリピンでは男性専用車両があって、夫婦でもバラバラで乗ってるみたいですよ。日本はまだかかりそうだな。男に専用車なんていらないわよ。男が痴漢するから女性を守るために女性専用車ができたのよ。冤罪が多いから困ってるのよ。疑われるようなことするからよ。なんだと？何よ。あっちゃダメだ。ほんと
と鬱陶しい人よね。さっきからうるさいな。静かにできないのかな。そうそう、それと町内会の田中さん、いい年して男ができたらしいわよ。胸を注意してこいよ。なんで俺が。みんなのために言ってくれよ。わかったよ。いやらしいわね。何よ。みんな迷惑してるので電話やめてもらってもいいですか。あんたに言われる筋合いないわよ。でも正義のヒーロー気取りかい。くだらない。あ、もしもし。おいごらてめえ。気遣いって言葉知ってるか。何よ偉そうに。みんな同じようにお金を払って電車に乗っています。お客様だけの空間ではありません。はいはい。みんなが心地よく過ごせるように考えてみてください。わかったわよ。ソウスケ待って。どうしたの。切符出すから待ってて。うん。あれ、カバンに入れたはずなのに。やだ、駅員さんがこっち見てる。不正してると思われてるかな。待って、後ろの人も私が遅いからイライラしてる。やだ、周りの人にどんくさい女って思われてるかも。もうどうしたらいいの。お母さん、一緒に切符探しましょうか。え、ゆっくりで構わんぞ。あ、すいません。これお子さんによかったら。あ、ありがとうございます。みんな優しいね。ただいま線路内に人が立ち入ったため運転を見合わせております。すいません、電車いつ動きますか。今のところわかんないですね。そうですか。ソウスケ大丈夫かな。ママの嘘つき。ボクちゃん、こんなとこで何やってんだ。兄ちゃんたちと遊ぼうよ。やだ、ママを待ってるんだ。可愛くね小僧だ。やっちまうぞ。うー、泣いても無駄だ。車に乗せてやる。うー、おいごらてめえ。あ、何やってんのよ。誰だてめえ。そいつの友達だ。今警察呼んだからな。やべ、逃げるぞ。くそ、くそが。大丈夫かガキ。うん。ソウスケ、何があったの。怖かったよ。警察だ、お前がやったんだな。署まで来てもらう。ふざけるな、俺は何もして。やめてよ。このおじさんは僕のヒーローだ。え、助けてくれてありがとう。チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あたぽよ。おはぽよ。たくぽよ。荷物はそれだけか。タブレットだけあればよくない。授業受けるのにノートとペンがいるだろ。いや、タブレットで全部できるから。紙に書かないと覚えられるわけないだろ。それって普通に紙の無駄じゃない。勉強するために紙があるんだよ。バリフル縄文時代かよ。とにかくタブレットは没収だ。学校にはノートとペンと辞書を持ってこい。だからタブレットで全部できるっつーの。動画も見れるしシェアもできるし。そうかもしれねえがよ。辞書も入ったカバンなんて誰が持つの。まったく時代が変わったな。あー、軽い軽い。ギャルツよ。コーヒーアイスクリームはいかがでしょうか。すいません。はい、コーヒーを一杯いただけるかな。コーヒーですね、かしこまりました。あら、おいしそうね。ごゆっくりどうぞ。あらあら、すいませんでした。火傷はないですか。大丈夫だよ、気にしないで。汚しちゃってすいません、本当にすいません。気にしない気にしない、元から汚い服だから。すみません、すぐ拭きますね。お客様、うちのものが申し訳ございませんでした。いいのよ、次から気をつけられるでしょ。気にしない気にしない。すみませんでした、本当にすみません。俺を気にしろ。あらまあ、急げ急げ。クソが、壊れた時計か。捨てといてやる。駅員さん、どうしましたか。時計の落とし物ないですか。どんな色だったかな。シルバーの時計だと今のところ届いてないね。おじいちゃんからもらった時計だったのに。見つかったらすぐに連絡するからね。うん。その時計これじゃねえか。わあ、それだ。ゴミ収集しとったら時計が入っとったからよ。ありがとうおじさん。山本のっちゃん助かりました。たまに大事なもんも捨てちゃうからよ。気づいてよかったよ。あれ、時計止まってるよ。もう止まってるんだ。でも死んじゃったおじいちゃんからもらった大事な時計なんだ。そっか、見つかってよかったね。うん、駅員さんも山本のおっちゃんもありがとう。笑顔。よしよし、駅員さんがまとめて定期作ってくれるからお金の準備しとけよ。すいません、親から定期代もらったんですけど。どうしたんだ。ゲーム機買ったらなくなっちゃいました。バカなのかお前は。じゃあどうするんだよ。チャリで通います。チャリで来れる距離なのか。5時間かかります。絶対無理だろ、足取れちゃうぞ。俺も金ねえっす。どうしたんだ。親が金くれなかったんすよ。あれ、五十嵐は家どこだっけ。あれっす、歩いてこれるな。もう早くして。タクポよ、そのお金はなんだ。まさか
悪いことしてきたんじゃないよな。失礼だな。普通に定期代持ってきたんだよ。え、金さん、いくら？パクポヨさんは6ヶ月定期で97万円ですね。駅員さん、ちょっといいですか？どうされましたか？電車の椅子が売られてるって聞いたんですが。気配音熟系のやつだよ。2021年までは秋田県は小賀線で走っていた気配40系の椅子ですよね。あ、それだと思います。あと1個だけ残ってたんですよね。よかったです。やったー。おい、俺のものだ。え、その椅子を手にするために全財産10万円を握りしめてきたのよ。ママ、絶対欲しい。そこをなんとか譲ってもらえないですか？嫌なのよ。お客様、何なのよ。この椅子いくらかご存知ですか？知らないのよ。あー、10万円もあれば余裕だよな。13万8600円です。くそがすいません、キーさん、どうされましたか？遅延証もらえますか？何分遅れてましたか？30分ぐらいです。かしこまりました。では60分におまけしときますね。ありがとうございます。ルネオ、え、遅延証のおまけってなんだ？いや、これは駅員さんもこいつを甘やかさないでください。あ、すいません。30分の遅延証に直してもらえ。すいません、駅員さん。いえいえ、こちらでお願いします。通学中に榊原に会うなんて最悪だよ。よし、じゃあ一緒に学校まで行くぞ。最悪だ。駅員さん、遅延証300分におまけして。おい、タクポよ。あ、バラッチ、300分おまけってどういうことだ？映画見てから行くから。待て、タクポよ。やるつよ。ディン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 。どうされました？今年の夏までなのか？何がですか？ディン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 だよ。新幹線の車内チャイムだ。あー、なるほど。よくわかったな、ガキ。にひ。そうなんです、今年の夏頃に変更することになりました。俺はあのチャイムがないと新幹線に乗らないのよ。僕もあのチャイム好きだったのに。ですよね。ただ新しい曲、愛に行こうも素敵な曲ですよ。どういう意味なのよ。コロナも収まってきた今、今まで会えていなかった人に会いに行こう、そして日本の活気を取り戻そうという思いがあるんです。なるほどな。暗いトンネルを抜けたら新しい景色が待ってるってことか。どういうこと？クソが。ちょっと胸を。どうしたの？充電器持ってない？あー、ごめん、持ってない。ちょっと西川。持ってないよ。もう使えないな。どうしたらいいの？どうかしましたか？いつもモバスイなんだけど、iPhone の電源切れちゃって。モバイルスイカですか？そうなの。改札タッチしてみてください。は？だから充電切れてんの。いいからタッチしてみてください。バカなの？え？なんで？充電が切れても予備電力が残ってるからいけちゃうんです。マジで？すごぽよー。降りる時もタッチでいけますので。あざぽよー。ねえねえ、ついでに充電器貸して。え？ギャル強。わー、新幹線朝まだ。はい、まもなく本庄早稲田発車します。やっぱ新幹線は早いな。着いた。上の東京ラインに乗り換えだ。こちら乗り換え改札です。急げー。お、行っちゃったよ。ソウスケー。ママ、切符通して出てきて。あれ、切符がない。え、何やってんの？どっかやっちゃった。僕、熊谷で切符置いてきちゃったでしょ。え、乗り換え改札は出口じゃないから切符が出てくるのに取らずに来ちゃう人が多いんだよね。ごめんなさい。熊谷の駅員さんが保管してるから今日は大丈夫だよ。ありがとう。ありがとうございます。まもなく新宿行き発車いたします。やっべ、もう出ちゃう。忘れ物ない？うん、大丈夫。じゃあ体に気をつけて、ちゃんと。はい、ドアが閉まります。ん？まったく、あの子はいつもギリギリだな。お母さん。はい。1分ほどお母さんの接続待ちをいたします。え、でも息子さんも強がってるだけで寂しいと思いますよ。はやて、ちゃんとご飯は3食食べなさい。え、母ちゃん？コンビニばっかじゃなくて、たまには自炊もしなさいよ。わかってるよ。洗濯物は溜めすぎない。たまにはお風呂にも浸かりなさいね。うん。辛くなったら無理せず、いつでも帰ってきなさい。母ちゃん。ハヤテのおかげで母として強くなれたよ。成長させてくれて。ありがとう。ありがとう。しばらく緊急停車いたします。